ビデオカメラのデータ復旧を行いました。福岡県のお客様からのご依頼です。対象のビデオカメラはビクターエブリオ GZMG760、 再生も撮影もできなくなってしまった。画面には HDD をフォーマットする必要があります。すべてのデータが消去されます。フォーマットしますかと表示されている。ここではいを選んでフォーマットをしようとしてもエラーになって実行できないという状況です。データ復旧処理を行い、必要な動画データおよそ5時間の復元に成功しました。